定律の上昇下、職の上昇諸葛亮は義兄の北伐を繰り返す。だが強大なる義はそのことごとくを退けていた。疲弊する職の国と将兵、このままではいずれ窮するは明白。この情勢を覆すべく諸葛亮は呉に連動を依頼した。呉の孫権はこれに応じると軍を率い北上、東から魏へと侵攻する。同時に西では蜀の歴戦の優勝らでなる大規模な軍が猛進。関水沿いに魏の要害を落とすと一息に城陽へと達していた。今城陽の守りは薄く、ここを抜かれれば魏の防衛線が崩れる。かつての帝軍山と合皮を思わせる東西からの絶妙な強撃。この危機に芝居は猛将らを蜀の撃退に向かわせる。当該蒋介夏侯覇は蜀の猛攻を退けることができるか。私は選ばれた人間、蒋士気だ。城陽城は敵の包囲により基地にある。地球救援の任務だ。今は城への到達が急だ。自分は最短の道を行く。これだから来るや。ま、これで出し抜く効果があるな。ああ、蒋介って止めても効かないな。これは、まあ、適当にやるぜ。どうしてこんなことに。このままでは。この私だ。やはりこの英才に間違いはない。派生してくださり、ファン助かりました。ご助成感謝します。あなたがいれば心強い。暗示で勝てると思ったか。小戦剣覚悟。救援いただき感謝します。しかし敵の連合軍がこれほどのものとは。これが出られた人間の力だ。我が闘志まだ消えてはない。でまた勝負だ。歴史を討ち取った。敵の勢い、いかにして削ぐべきか。生き残るのが俺の信条なのよ。ということで、さよなら。願ってもない。ここから巻き返しましょうぞ。一冊小戦剣。この一撃は決めて。You're
ち取った。シェッキュ。ミノエ。一度セット。侵入される前に門を閉じるぜ。敵は全身では、こちらは兵器にかかりましょう。武器は兵器で城の守りを破る気か。ならば我らは高台へ向かう。高台から土砂を落とし、私がその程度に気づかないと思いますか。二人の意見が合うなんて珍しいな。こりゃ槍でも振るんじゃないか。素晴らしいご活躍、お見事です。お前たちの動きなど上昇は予測済みだ。いざ、この今日白薬が相手となろう。計画通り、奴らの兵器を潰すだけだ。なんてことしやがる。これじゃ兵器が使えねえ。全然今度は食の増援が到来。こちらも続々と来ています。選ばれた人間の力だ。ここは引くよりしかねえな。敵将を討ち取った。おお、頼もしきご活躍。私を見習わなくては。止めろ。敵を抑えきれないか。ならばせめて上昇はお守りせねば。これが私の。いらないね。あんたの相手はこの私。覚悟してくれ。ボグン、この俺が相手だ。これが
すが堂々たる戦で。構わないよ。どうせ近々皆滅ぼされるだろうからね。